ジャーマンハンティングテリアは、ドイツ原産の良犬の品種で、テリアの一種である。通称、ヤークトテリア。比較的に新しい犬種で、第一次世界大戦終結後、ドイツのフォックステリアクラブのある会員がさらに質の高い狩猟用のテリアを作成しようとクラブを脱退、新しいクラブを作ってこの犬種の作出、改良に努めた。作質には主に、フォックステリアとブラック&、 タンテリアが使われ、ジャーマンピンシャーなどもある程度使われた。その結果、攻撃的で俊敏で大型哺乳類などを狩ることができ、さらにバセットとレトリバーをこなすことのできる大変優れたテリアとなった。1920年代にジャーマンハンティングテリアブリードクラブが設立され、1950年代にはアメリカにもヤクートテリアクラブが結成された。現在は、 その膨大な運動量などからもっぱらワーキングドッグとして飼われておりペットとして迎え入れている家庭は非常に少ない少し硬めの短毛で耳は半折れである毛色はブラックタンで特徴的なマーキングがある性格は頑固で飼い主とその家族には愛情深く子供にも優しいが良犬なので攻撃的になることもある長めの運動が必要 しつけはよく入る。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓役2007年から174ページ。ありがとうございます。